伏見稲荷大社。伏見稲荷大社は、京都府京都市伏見区深草にある神社。旧称は、稲荷神社。式内社、名神大社、二十二社、上七社の一社。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁に属さない、丹立神社。東海山の麓に本殿があり、東海山全体を新域とする。全国に、 約三万社あると言われる稲荷神社の総本社である。初詣では近畿地方の社寺で最多の参拝者を集める日本国内第四位2010年。現存する旧社家は大西家。祭人は以下の五柱。これらの神々は稲荷大臣の広大な神徳の神明家とされている。主祭神であるウーの三玉大臣を中央の下者。 助旅子大臣を、中社、大宮農売大臣を上社に据え、明王八年、千百九十九年本に本殿に合祀された、左右の拙者、田中大臣、四大臣と共に、五柱の神を、一宇正殿、一つの社殿に合祀する形に祀っている。稲荷神は元来、五穀豊穣を司る神であったが、時代が下って、商売繁盛、産業交流、 家内安全、交通安全、芸能上達の守護神としても信仰されるようになった。拙者の祭神、田中大臣と四大臣については、由緒がはっきりわかっておらず、伏見稲荷大社では、稲荷神と何らかの深い関わりがある、地主神、あるいは土着神的傾向が濃厚としている。下社の拙者に祀られる、田中大臣は、 その名の通り伝の神ではないかと考えられるが、かつては、大名討ちの神や猿田飛行神、かも竹津の実の命などとも、同一視された。中者の摂者に祀られる四大神についても諸説があり、一柱の神明なのか、四柱の神の総称なのかも、明確にはわかっていない。江戸時代の国学者、前田夏影によれば、若年神、夏、高津日神、秋姫神、 久々都市神の世柱とされるが、これらの神々は丘の御霊神と同一視されることもある。国物神、王月姫のお子神であり、四季を表す神とも考えられる。稲荷の縁起としては、山城国風土期にあったとされるものが有名である。この旗詩について、もともと山城国紀軍深草近辺に在住していたことが、三重、旗をつ地、日本初期、 金秋のり、また。とあり、たしと鴨神社との関連や、たしが和道年間に稲荷社の社家となったことを伝えている。社元には、当時に全国的な天候不順で作物の不順が続いたが、直死を名山大川に使いし、祈り受けすると加護があって、山城の国の東海山に大神を祀ると、五国が実って国が富んだ、とも伝えている。 山城国風土記に見られるように、稲荷の表記はもともと稲荷の字が当てられていたが、類似国史にある、淳河天皇の天朝四年、八百二十七年、正月かの富の御とのりで初めて稲荷の木が用いられた。以降、縁起式神明朝には、山城国紀伊稲荷神社三座並名神大月寺、新章と記載され、名神大社に列紙月寺、新章の併白を受けた。 なお、この木を植える伝承は、印の杉として、現代にも伝わっている。当時などに伝わる文献では、以下のように、空海と稲荷神の関係が伝承されている。これらの説話は、平安時代初期を物体としているが、文献自体の成立は14世紀頃である点には、留意すべきである。稲荷大名人類記などにはこうある。また、当時に伝わる。 稲荷大名人演技ではとあり、当時伏見稲荷大社の鮭であった加田の氏のの羊を述べていて、鮭が畑市の出身としている。鮭の加田の氏は、和道年中、初めて稲都市が峰の平所に献座してより、この神は畑市人等がネギ、祝として春秋の祭りに仕えた。伝統的な家には、この畑市を羊とするカダ氏、西、王子氏、大西氏、 森氏などがいる。なお、当時が、空海、工房大師作という面をかまどと殿に置いた由来について、ここでは述べられていない。縁起にある竜頭太氏は自ら東海山の三神を名乗り、その顔は竜のようだった。頭の上に光り放つものがあり夜でも昼のように明るかった。とあり、これは五行を接したら節点を早期させる。天長四年、八百二十七年。 純烈天皇が病に倒れたため占わせたところ、当時の塔を建てるために、十日山の木を打ったことのたたりであることが分かり、大中富有料が派遣され、それまで、たしの使者であった稲荷大臣に初めて受護一たの深海が可視された。以来、京の人々から、辰巳の福人、東南方向の福の神との数形を集めた。現在の当時との関係はここに端緒があるとする。社では、 東海山に明神が鎮座した和道4年2月神号記念日として初馬大祭を起こし、稲荷祭りもこの頃から始まったとされている。稲荷祭りは、新高祭、稲荷のおいでが旧暦三月中の馬の日に、観光祭、稲荷のお旅が旧暦四月上の馬の日と定められていた。演技八年、九百八年には藤原と平の起身により、社殿が造営され、 延長五年、九百二十七年の縁技式神名帳には、名神大社、また二十二社の上七社に列し、天行五年、九百四十二年に、小一位が授けられた。当時は、伊勢神宮は、天皇以外の参拝が禁止されており、京から持ち帰当社が、多くの参詣者を集めるようになった。平安時代の流星が、今弱物語などにも見え、枕の宗師は、 初馬に七度も猛出る元気な女性がいて、羨ましかった、とある。こうして、稲荷祭りは、下鴨の葵祭り、八坂の祇園祭と並ぶ人気を博したという。延久4年、1072年、御三条天皇が、初となる見行きがあった。神社ごとに直視を送る方兵では、旧安六年、1150年の左大臣、藤原頼長が初めてである。しかし、 山城国風土器よりも後の鎌倉時代の成立と見られる年中行事秘書では、普段の者、立ち染めの良し、確かなる、初見なしとあり、確かな由緒は不確かだとしている。この頃になると、神仏集合が進み、神社の祭神にも本事仏が解釈されるようになる。また、それまで三座だった祭神が五座となる。前室の稲荷大明神土器には、とある。 このような仏教系の伝承に、後に、伏見稲荷の剣族とされる狐に関する伝承が、現れている。また、中国から派生したと思われる狐に関する偶は、九尾の、狐や、玉も前など、から、次第に、二つの造用を白子にまたがる、女天型と解釈して、日本独自の形容を持った、抱き二天を合わせた。由来についても、様々に解釈や説話がある。 実は、これらの説話は、先の当時を開いた空海の演技と合わせ、平安時代初期を舞台とする説話が、鎌倉時代から室町時代初期の頃に世に広まり始めてきていることには留意すべきである。空海の起こした新言密教はこの頃には、熊野の主言道と共にすでに広く認知されていたが、同じく流星した、比叡山の天台宗の密教とは、内容が異なるとして、 大密が慶の鎮守であったのに対して、東密はこの時代以降に、京王五国寺の名を称するようになる、密教の功を参照。五国として、実際に慶した天皇や皇族が多く、増えすぎた貴族が没落して都を治し、緩み始めた律令を背景に、軍事、豪志として、後には守護や地頭などとして、荘園地主となり、武家を起こしたり養したりして台頭し始める時期にあたる。 これに幸応するように全国に熊野社や稲荷社が勘定されて急速に広まった時期にもあたる。これらの説話はこうを通して武士や作人といった民衆にも広まり、それへの束に稲荷社を立てたり剣族である狐を合わせていくことになる。この頃、地方領主や軍事貴族からの荘園の鬼神の習いが起こり、 有力となった自社が、独自の総兵や新人を持つようになると武家同士や自社同士の争いに巻き込まれるようになる。鮭一族のうち、歯倉氏はこの頃、南北朝の混乱時に、肩の死をりを貸して、鮭を継いだことが疑われているが、江戸期の国学の大家である、肩のあ丸はこの士族から出ている。影響10年、1438年。 御花園天皇の直命で、室町幕府六大将軍、足利義則により、それまで山頂にあった稲荷の祠を山麓に移した、とする伝承が、藤森神社に伝わっている。これによると、現在社地となっている、十日山六の当地に、天平法寺三年、七百五十九年から、藤尾社というトネリ神皇、その父の天武天皇を祀る神社があったが、これを、 稲荷社地にするために、藤尾社を南に、あ、藤森神社境内の東殿へ遷座した、現在の藤森にあった、真畑神社を藤森から西に移した、現在の城南宮、という。つまりそれまで、稲荷社は、東海山を中心とした主源の場のみであったことになるが、資料に乏しい。応仁の乱の最中の応仁2年、1468年、東海山は、 細川氏川の軍勢の陣地となるが、山梨川の攻撃を受けて敗退した際、稲荷社も山上の建物を含めてすべて焼き尽くされることとなった。応仁の乱の戦果は人大であり、文明18年1486年に起きた土一期では、伏見稲荷大社の神宮寺の役割を果たしていた、当時の伽蘭も、消失、終戦後は稲荷祭りでさえ取り行えなかった年があったという。 そこで伏見稲荷本願書に、新言宗、当時の末寺であった愛禅寺を改めて神宮寺とし、東海山では仏教系の稲荷として、滝二天も礼拝され、また愛禅寺が伏見稲荷大社の社殿造営や修復、肝人、出該庁を管理、縁網によって諸国肝人も進められた。この頃の肝人とは、寺社造営のために寄進を募ることだった。 伏見桃山城を築城した豊臣秀吉は、天正十六年、五百八十八年、母の大満所の平洋祈願、成就したことから大規模な寄進を行い、現在の老門はその折の混流という。戦国時代を経て、江戸幕府を開いた徳川宗家は浄土宗に帰依し、幕僚として仕えた天貝は天外宗の宗であり、稲荷神の崇継は朝廷のほか、 もっぱら町人や商人によって行われた。特に活発となった商いの成功、血眼を祈る商人には人気があった。狐が住む穴蔵を見つけては、稲荷神を勘定する者まで現れる。合わせて、勘定された稲荷神社に、小一位を勘する者が出てくるのもこの頃である。これは、徳川家康が死後東照宮へ神格化されて、 小一位を追造されたように朝廷が認める新格の最高格を意味し、奉行所から当社へ名の使用について問い合わせがあったことも記されている。そして、決願の例として本社に赤い鳥居を奉納する習慣が広まり、膨大な千本鳥居を形成するに至るのである。現在、伏見稲荷大社の老門内に、江戸時代に、鮭から出た国学の王や、 カダノアズママロの旧宅が保存されている。隣接して、カダノアズママロを祭神とする、東丸神社、アズママロ神社があるが、この神社は、旧宅の一角に建てられているため、伏見稲荷大社の接末社ではなく独立した神社である。明治三十六年、1903年に、規模の割に高い社格の腐舎に列し、学問の神として信仰されている。慶応四年、 イコール明治元年、1868年のとば、伏見の戦いでは再び戦場となりかけたが、幕府軍は早々に戦闘行為を諦めて、大阪に退却したため、稲荷社の被害はほとんどなかった。しかし、同年の神仏分離、廃仏希釈によって、愛禅寺や、社内の仏殿、本殿内の仏像類は廃された。文化財の保存の点では、戦火よりも、 神仏分離の方が影響は大きかったわけである。ただし、祭礼時の当時人区だけは、現在も残っている。また、明治政府は、稲荷社から領地をすべて召し上げ、境内地も4分の1に減らされた。明治4年、1871年には、近代社格制度の下で、官兵大社に列格するとともに正式社名を、稲荷神社とし、官兵大社稲荷神社となった。 戦後の昭和二十一年、1946年に近代社格制度の廃止に伴い宗教法人化したが、神社本庁とは独立した単立宗教法人となった。これは神社本庁が伊勢神宮を本州とするのに対しをこそがとして別の見解取ったためで神社本庁との関係は良好である。宗教法人化ともに社名を伏見稲荷大社と改称したが、 これは近代社格制度の廃止に伴い、そのままでは社名が単に稲荷神社となり、他の多くの稲荷神社と混同することを避けるためである。表参道の一番鳥居から老門、外拝殿、毎度の内拝殿、本殿が一直線に並ぶ。本殿の背後に最上と千本鳥居から続く稲荷山の神石群がある。千本鳥居は約一万基あると言われる。 本殿右には稲荷神明水がある。周辺。新大山である東海山は、東山36方の最南端に位置し、標高233メートル、三つの峰、一の峰、二の峰、三の峰が連なるが、かつては古墳で、それぞれに円墳が確認されている。三の峰からは、二神に重橋が出土している。この山々、山中には、 下の塚、中の塚、上の塚と呼び、奥者法廃所の先にある山々を順拝できる参道には、そこかしこに人々が石碑に白虎大臣や白龍大臣などの神明を刻んで祀られた無数の小さな祠、ら、その数一万基、あるいはそれ以上とも言われるの、お塚が奉納されており、お塚信仰と呼ばれている。参拝者の中には石碑の前にひざまずいて、 半若信仰や稲荷信仰などを唱えている人もおり、日本で神仏分離が行われる前の信仰、神仏集合を参照が今でも保たれているのを見ることがきる。奥社法廃所の奥に重軽石という石がある。この石は試し石の一つで願いを念じて持ち上げた時、重さが予想していたより軽ければ願いが叶い、重ければその願いは叶わないと言われている。 また、東日山には、信者から奉納された約一万匹の鳥居があり、特に千本鳥居と呼ばれるところは、狭い間隔で多数建てられ、名所となっている。鳥居を奉納する習わしは、江戸時代に始まった。応仁の乱で消失する前は、東日山の山中に、お城があったが、再建はされず現在は神、石地として残っている。明治時代に、以下の地を確定し、 おやかが建てられた。お塚は、その周りを取り囲む形となっている。おやかの神明が、本殿に祀られる御柱の神明とは異なるが、古くからそういう名前で伝わっているとされ、理由は定かではない。その他にも、式を通じて、祭礼、神事が執り行われている。平安時代後期に、熊の参りが、盛んになると、 ケの公家や民衆は三景の途中で伏見稲荷に立ち寄り縁起にちなむ杉木の枝をいただいて体につけることが流行したためふさ狂気など平時物語でも平の清盛が急な六払いの警備にもまず稲荷の森に参りおのおの杉の枝を折って鎧の袖に刺して略とある初馬三景で皆が杉木の枝を取っていくので 十日山の杉はすっかり葉がなくなったと読んだ藤原光都の歌が残っている。重要文化財の社殿の画像24時間十日山を含む境内に入り参拝できる。配管料の類はなく無料で参拝できる。ただしお守りなどを販売する事業所は7時18時頃のみにしか開いていない。十日山の茶屋等の営業時間や休日はそれぞれ異なる。また、 肌のあずままろ旧宅が観光シーズンなどに特別公開されることがあるが、この時は特別公開部分のみ有料となる。境内駐車場脇に伏見成大社が経営する宿泊施設である三周殿があり、設備はかなり古いが、比較的安価で宿泊できる。ここに宿泊して夜の十日山を体験する観光客も増えている。ただし、 22時の門限と21時の浴場の終了時刻は考慮しなければならない。また、日中は食堂を営業している。玄関ロビーにはコインロッカーがあり、JR 駅よりも安い値段で利用できる。近年は外国人観光客からも観光地として人気があり、トリップアドバイザーによる2013年の外国人に人気の日本の観光スポット調査では任意を 2014年の調査では、広島平和記念資料館を縫い1位を獲得し、その後も2015年、2016年、2017年と4年連続で1位となっている。これは、駅のごく近くに赤い鳥居が続く風景が非常に日本的な上、廃館料不要で閉門時間がないことも、理由で、あ、東海山のお山巡りで、欧米人が好むウォーキングができることも、 高評価の理由とされる。平日のほとんどの日で外国人観光客の方が日本人よりも多くなっており、夕暮れの後も東海山に登る外国人が多くなっている。なお、本殿付近はライトアップされており、東海山への参道も脇道以外は全区間で街灯が一番中点灯されているため、夜間の参拝は容易である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。